ここ最近起きた自動車関連業界の気になるニュースをピックアップ、ワンソクニュースをお伝えします。記事はですね、日刊自動車新聞さんの電子版から許可を得て引用させていただいています。今回気になった記事はこちら。まずですね、8月19日の記事なんですけれども、トヨタ9月に大規模な生産調整、グローバルで4割減へ、国内は全14工場で最大22日間停止、国内販売への影響避けられずという記事です。トヨタ自動車は8月19日、9月に大規模な生産調整を行うと発表したと。減産規模はグローバルです。約36万台。そのうち国内は約14万台と。東南アジアにおいて新型コロナウイルス感染拡大に伴うロックダウンの影響で部品調達が滞り、国内外で稼働を止めると。2022年3月期の決算見通しで示した生産台数930万台は、こうした減産リスクを踏まえた数字として修正は行わない。今回の発表では8月24日から9月の間、国内で14工場27ラインの生産を最大で22日間稼働を止めると。国内工場では半導体供給不足などの影響で今月も一部生産調整を行っており、8月単月で3万7000台の減産影響が出る見通しだと。9月の生産調整では主力車種のカローラやハリアを生産する高岡工場の稼働を13日間停止するなど、国内販売の影響は避けられないものと見られるという記事なんですけれども、いやー、これは痛恨だな。私もランクル購入してますけれども、未だに納期の連絡なしと。さらにね、レクサス NX も購入しましたけれども、レクサス NX もね、7月の時点でも、減産、8月の生産ストップと、まあ、フルモデルチェンジする前の、車種ですけれども、7月の段階の記事でしたけれども、8月の稼働停止に国内2工場追加と、新型ランクルやレクサス NX などというね、記事も出ていました。で、こちらは、愛知県の田原工場ではですね、レクサス NX を作っているということで、まあ、おそらくね、新型の、NX もこちらに含まれてくると思いますので、今後のねレクサス、新型 NX の納期も非常に気になるところ。私も NX もすでに、ね、発注して、予約、納車待ちというような状況になってますけれども、ランクルも未だにね、納期の連絡全然なしということで、もう一体いつになるやらという感じなんでね、もうある程度ねその納期の見通しが立っているんであれば、まあ、その間にね別の車買っちゃってもいいかなと思ってるんですけれども、全くその連絡すらないような状態で、まあディーラーさんもね、全く知らされてない状態だとは思うんですけれども、ある程度のね見通しぐらい、言ってくれないとちょっと困っちゃうなという感じはありますけどね。新型ランクルはね、ちょっとツイッターで、もうすでに納車されてる人、試乗撮影させてくださいというねお声かけさせていただいたらですね、近郊に住まれている方がですね GRS のね、グレードのディーゼルだと思いますけれども、試乗させていただけることになってますけれども、埼玉近郊でですね ZX 納車されている方でですね、ないしディーゼル、ガソリン、いろんなグレード問わずですね、撮影してもいいよという方がいらっしゃいましたらですね、ツイッターでリプをいただくとかですね、あとは、YouTube のねお問い合わせフォームから、メールいただければと思います。ちょっとね私もまだ、反社さんで1台も、展示車も試乗車も降りてないという状況でどうなっとんねんっていう感じなんですけれども、そういう状態ちょっとここまでね、なんかあまり販売に対して消極的だっていうのを想定してなかったんで、まあ撮影に協力していただいてるつもりでね、購入したんですけれども、全然それすら行えていないという状態なんで、ちょっとね視聴者の方、お手伝いいただければ幸いです。まあ私以外もね、レクサス NX とかランクルとか、あ、その他ね、カローラとかその辺の、車種もですね、生産調整を行うと、トヨタの車はほとんどの車種で、今ね、生産調整を行っているということですので、納期かなりね、見通しわかんなくなっていると思いますけれども、トヨタに限らずですね、これからいろんな車種、いろんなメーカーで、生産調整を行われると思いますので、まあ、ベゼルとかもね納期伸びてるっていう話も聞きますし、ノートオーラ私も9月納車予定ですけれども、それ以降のね買われた方とかも納期伸びてると思いますので、まあ、これからね自動車業界、かなりね、生産調整厳しい状況が続くんじゃないかと予想されます。はい、続いての記事なんですけれども、ちょっとね遡りました8月6日の記事ですね。今月まだやってなかったんで7月の新車販売ランキングやってみたいと思います。ヤリスは2ヶ月ぶり首位、全面改良の新型アクアは8位という記事ですね。
7月の社名別新車販売台数はトヨタ自動車のヤリスが2ヶ月ぶりのトップに立ったと。6月に10ヶ月ぶりの首位だったホンダの K スーパーハイトワゴン N-BOX は2位と。トップ10のうち軽自動車は4車種にとどまるなど、半導体不足による新車供給遅れの影響が登録者よりも目立つ結果となったと。登録者と軽自動車の総合ランキングでトップ10のうち登録者が過半数となるのは3ヶ月ぶりと。7月に全面改良したトヨタアクア8位は前年同月比 117% 増と、販売を伸ばし2019年の8月以来1年11ヶ月ぶりにトップ10に入ったと。4月全面改良のホンダベゼルも7年ぶりに10位を獲得したということで、ベゼル売れててよかったですね。で、一方販売が伸び悩んだのが軽自動車ダイハツ工業タントは、前年同月比 39.8% 減と落ち込み、総合ランキングは9位だったと。鈴木ハスラーは同 36.2% 減で3ヶ月ぶりにトップ10圏外となったということで、軽自動車はやや振るっていないという状況ですね。自販連が5日発表した登録者ランキングは、トヨタ車が14ヶ月連続で1位から3位を独占したと。強すぎだろわろたって感じですね。13ヶ月連続トップのヤリスのうち SUV のヤリスクロスが1万967台だったと。2位は7ヶ月連続でトヨタルーミーとなったと。ルーミーも売れてますね。トヨタ車以外ではベゼルが6位と前月から順位を3つ上げた一方、日産自動車ノートは9位と順位を落としたと。まあ、オーラがね、発表された理由もあると思うんですけどもね。で、全協自連、全国軽自動車協会連合会が発表した軽自動車ランキングは、ホンダの N-BOX が20ヶ月連続の首位と。やっぱ N-BOX は強いですね。上位車種が軒並み前年同月割れとなる中、同 4.7% 増とプラスを維持したと。 N-BOX だけ好調ということですね。2位は鈴木スペーシアで、3位ダイハツムーブと、4位タントは3ヶ月ぶりに順位が入れ替わったということです。タントがね、ムーブに抜かれたということですね。8月も半導体不足や海外調達部品の滞りを受けて、工場の稼働停止など生産調整を行うメーカーもあると。新車市場全体の受注状況は堅調と見られる中、今後も供給状況が各モデルの販売台数に大きく影響しそうだという記事でした。で、こちらにね、7月の販売台数のランキングが載っていますけれども、1位がヤリスで 23,200 台ということで、うち 19,000 台がヤリスクロスということでしたので、まあ半分近くがヤリスクロスと。これ GR ヤリスも含まれているので、まあヤリスがまあ3つのね車種を合同しているので、まあ強いのは当たり前というところもあります。まあそれに加えてですね、ルーミーが 14,000 台売れているということで、もうルーミーもね、まあタンクと統合されたというのもありますけれども、まあトヨタのね全車種併売が始まって、まあますます強くなっていると。そしてカローラもね、カローラ、ツーリングとカローラ、スポーツ、カローラセダン、3つ合わせた数字ですけれども、ついにですね、カローラクロスもこれに加えられると。9月の発売を予定していますけれども、カローラクロスが入ったら、まあこれヤリス抜いちゃうかもしれないですよね。カローラクロスの、動画、ブログ記事も、現在温めていますので、近日公開ご期待いただければと思います。そしてアルファードが4位と。相変わらず強いですけれども、一時期ほどの、まあ強さは少しずつ陰ってはいるものの、まあ未だにね、前年同月よりも上回っていると。そしてアクアが7902台ということで、7月19日とか、そのぐらいの発表、発売だったと思いますので、稼働がね、それほどないだけに、それでもね、この7900台売ってるっていうのは、まあ8月以降が本領発揮だと思います。そしてベゼル、売れててよかった、158% 増ということで、7500台売っていて、6位となっています。まあ私も購入してようやく7月に納車されましたんで、このね7573台のうちの1台は私です。そしてライズ、相変わらず強いですが、ちょっと陰りが見えている。ライズもね、マイチェンが間もなく起きるという話も聞いています。情報がね入り次第またねお伝えしたいと思います。そしてハリアーは昨年7月に発売されてますけれども 27% マイナスということで、ちょっとねやっぱ陰りが見えてきてますね。そしてノートは9位に入ってますけれども、6657台と。で、マイナス 1.1% ということで、フルモデルチェンジ前のノートと比べても割り込んでしまっているというところは、ちょっと気になるところですね。これ多分ノートとノートオーラって、統合されて、数字にカウントされるんですかね。まあ、実際にノートオーラの納車が始まるのは、まあ、9月以降だと思われます。私も9月の納車予定です。
そしてボクシー相変わらず強い。そしてフリード、ホンダの中では頑張ってますね。フィットよりも売れてると。そしてフィットがいまいち振るわず5300台で、昨年から 42% 減と。セレナも12位ですけれども、まあこれはねモデルがね結構、だいぶ進んできている中で5000台はね、頑張ってる方だと思います。まあ、ボクシーに結構食らいついてますよね。ステップワゴンはねもっとだいぶ下ですからね。そして、ラブ4が5000台ということで、ハリアーとね同じカテゴリーのサイズなのにそれぞれね6000台と5000台売れてるということで、やっぱトヨタはうまいなと。日産とかねこのサイズはエクストレイルしかないですし、まあ、ホンダも CRV しかないという中で、ハリアとねラブ4と2台ね、カテゴリーが同じ中で、まあ、キャラクター変えて出しているのにそれぞれ売れてるっていうのはねやっぱ強いなと。そしてプリウス、ノア、まあ、ボクシーとノアね今後統合されないという話もありますけれども相変わらず売れてると。そしてシエンタ、ソリオ、パッソ、キックス、まあ、日産ね、キックスようやく売れ始めていると。まあ、昨年同月比対比 520% ということですごいんですけれども、まあ、その前が売れてなかったということだと思いますけれども、ようやく認知されてきてですね、2828台ということで、まあ、そこそこ売れているという感じですけれども、個人的にはね、タイからね、輸入してね、もう何年落ちかでね、マイチェンでお化粧直ししているキックスよりは、ジュークとかなんかあのキャッシュカイとかエクストレイルとかを早く入れてほしいっていうところですけども。そしてランドクルーザー、これはねモデルチェンジ前の状態だと思いますけれども、相変わらずバカ売れしているというね化け物ですね。そしてステップワゴン、まあワンボックスの中のワンボックスミニバンの中ではですねそんなに振るってないと。でインプレッサー、ここでスバルが初登場でインプレッサーが入っていると。スバルの中ではインプレッサーが一番売れてますがマイナス 21%。 そしてオデッセイ、いやー2000台売れてんじゃん。ゴミさんが買った効果もあると思いますけれども、やっぱ望まれてますよ、オデッセイのような車っていうのはね。ホンダさんちょっとマーケティングどうなのよっていうところもありますけど、これね販売継続するなり何かもう本当フルモデルチェンジするなりちょっと考えた方がいいと思いますけどね。でマツダ2、マツダが、ここで初めて入ったと。25位で初めてマツダということで、ぐぬぬぬマツダ頑張ってくれ。で2000台で一番売れてるデミオが改めマツダ2ということですね。でレボーグが、ここで26位で入っていると。まあ昨今そんなに人気でもないステーションワゴンの形でですね2000台売れてて、しかも削体 97% ということなんで、増ということなんで2倍ぐらい売れているということで、まあフルモデルチェンジ前の状態から2倍ぐらい売れているということですね。でクラウン、あ売れてるんだクラウン。そしてロッキー、まあライズのね、ダイハツ版ですけれども。そしてフォレスター、フォレスターはこれは、D 型が出る前の状態なのでまあ仕方ないかなという感じもあります。そして CX5、CHR、マツダ3、エクストレイル、トール、CX30 もなぁ。だから CX5 と30とで食い合っちゃう部分はありますよね。そしてシャトル、カムリ、リーフ、クロス B、エクスクワイア、CX8、 CX8 は昨体よりも売れているということで、3列シートの貴重な、SUV ですけども。そしてレクサスの UX250H、 これね 250H と、200と分けてる意味がよく分かりません。ヤリスとかヤリスクロスは一緒にしてるのになんで UX はハイブリッドと分けてんだって話ですね。でマーチもう終わってますねこれ。でも昨体よりも 184% 売れてると。一部そのプリクラッシュセーフティが、標準化されたりとかですね安全装備が変わってるので、なんか消去法でマーチ買ってる日産ファンの人とかがいるんだと思いますけれども、もうこれもライフはゼロよって感じだと思うんで、もういい加減フルモデルチェンジかですね、マイクラを入れてくれと。本当に海外ではいい車出てんのになっていうね日産あるある、これからね、動画にしたいと思いますけど、いっぱい声いただいてますからね、経営者の方、見ている経営陣のね、人がいましたらちょっとね、ユーザーの声も拾っていただければと思いますけどね。そしてスイフト、ハイエース、ワゴン、ジムニーワゴンで、エクリプスクロス、エクリプスクロスがここにいるということは、あここに来て、47位で三菱が初ランクインということで、今までだとねデリカ D5 とかが、
ランキング入ってたかと思いますけど、入ってないということは50位圏外いっちゃいましたか。一番売れてるエクリプスクロスで656台ということで、大変だ。販売店の方々、本当不憫でなりません。なんか応援してあげたいですね。アウトランダーフルモデルチェンジしたらちょっと私も購入検討したいと思います。RX300 が、削体 75% 増ということで売れてますね。 RX450 これもなんで分けてんだって話ですけど、これ一緒にしたら1000台ぐらいになるんで、以上になるんでね、クロス B よりも上に行く計算になりますけどね。そして IS300H、 これも分けてる理由がちょっとよくわかんないですね。 IS350 と300となんで分けてるんだって、多分足したら、まあ、1000台以上ということで、まあ、30位台に入ると思いますけどね。この辺分けてるのとヤリスとカローラとかが一緒になってるのの、あの社名で分けてる意味がよくわかんないですけどね。続いて軽自動車のランキングも見てみましょう。NBOX がまあ不動の1位と、次がスペーシアなんですよね。それでも削体割れしてますね。でムーブが3位に入っていて、これねムーブキャンバスとかも含んでるんで、まあ単体ムーブというわけではないですけれども、今回ねタントを抜いてムーブが上がったと、逆にタントが下がってると、まあ、タントもマイナーチェンジ間際になってると思いますので、まあ、これから巻き返しがねどう来るかっていうところだと思います。内装の質感上がるといいですね。でミラ、ハスラー、タフト、アルト、ルークスストップかかってますね。これ半導体の影響とかもあるんでしょうか。個人的には NBOX と対抗できるのはルークスしかないと思うぐらい、すごく商品力のある車、あとはね、EK クロススペースとかもいいと思うんですけども、まあ入ってないということで、ルークスもっと売れていいと思うんですけどね。あと N ワゴン、デイズ、ワゴン R、 EK、 N1、 ピクシスとかねこれダイハツのミラの OEM ですね、トヨタの。ということで、まあ、NBOX だけが削体超えをしていると、トップ10の中では。ということで、まあ、バカ売れですよね。フィットを買うんだったら NBOX 買っちゃうかっていう人がいるというのも、まあ、納得できますし、まあ、電波がね、これでつけば最強なんですけども、まあ、フィットがね、振るってないと、個人的には NBOX からフィット乗り換えて、もう本当 QOL が上がったなという実感があったんですけれども、リセールとかね、考えるとトータルの支払い額は、売った時まで考えれば NBOX の方が安く済むということもあり、まあね、フィット買いに来て NBOX 買っちゃう人っていうのも結構いるんだと思いますけどね。まあそんな感じでですね、2021年7月のランキング、ちょっとね8月も後半になっちゃって遅くなりましたけれども、お届けしました。またね、9月に入りましたら8月のランキングもレポートしたいと思います。他にもね、気になる新聞のニュースなどがありますので、日刊自動車新聞さんの電子版のリンクは下の詳細欄に貼っておきますので、見ていただければと思います。これからもね、週1ぐらいのペースでやっていければと思っています。耳だけでね、聞いていただいても内容が伝わると思いますので、ラジオ感覚で聞いていただければと思います。それでは、自動車業界の気になる記事をピックアップ、ワンソクニュースでした。